古い蛍光灯照明器具、蛍光管を買い替えるのか、LED タイプに更新するのか悩むところ、LED シーリングは安くなって2000円程度から手に入る、レジ袋程度で大騒ぎしてるこの世の中、照明器具を丸ごと買い替えるってなんかもったいなくないですか？蛍光管を LED にコンバートする器具もある、ブローランプの配線使う、アイデア小物だが不要になったトランスをそのままにしてるのはちょっと怖い。この動画ではそのどちらでもない、とてもエコで DIY は楽しめる方法をやってみた、作業後の自己満足と今後のコスト低減への期待が半端ない。脱衣所にシーリング型の蛍光灯をつけたが、これは失敗。脱衣所はスイッチのオンオフを繰り返すので寿命が短くなる。図画像カメラで撮影すると温度が45度以上になってる。これはちょっと危ない。なんと3ヶ月で蛍光灯がダメになる。しょっちゅう交換してるイメージ。年間4回も変えるとゴミも増えるし環境に悪い。何よりも家族からの蛍光灯がまた切れたコールが辛い。先ほどまで点灯していた蛍光管は結構熱くて交換が大変。表面温度は70度ぐらいあって寿命間近の器具は結構電気を消費している感じ。交換も結構危険。金具の扱いが悪いと蛍光灯が割れる。器具が一部焦げている。結構危ない。低温炭化100度程度でも何年も暴露されていると燃える。照明器具を10年で交換すべき理由。替えの蛍光管、信頼のパルク30型蛍光灯1140円、1本3ヶ月しか持たないので年間2280円かかる。ランニングコストは安くない。低温炭化の原因推測。蛍光管のフィラメント部分が発熱し周囲を加熱。ちょっと危ない。蛍光管には気をつけたい。ランニングコストと環境負荷が大きな蛍光管とは今日から決別。それでも筐体は再利用。蛍光灯の電源周りを撤去。トランスグローランプは資源ゴミ。E26 ソケット買ってくる。電球型 LED をシーリングライト内に収めるには横に向ける。蛍光灯交換タイプの LED よりこの方が安い。余分なものを残さないから安心。 L 字金物で LED 電球を横向きに。工作自体は DIY で楽しみながらできるレベル。ドリルで穴開け。薄板加工ではまず小さなドリルで穴を開ける。次にステップドリルで拡大。ネジで裏から固定。上下への突き出し注意。仮面は3ミリほど余裕があり、頭が小さなサラネジで対応。電気配線、コードが傷んでいなければこんな感じで再利用。電線をネジ締め方向に巻いて締める。ハンダ付けしてシュリンクで絶縁。ハンダは導線を熱して浸透させる。作業時間15分。買い付け含めて30分。LED 電球は汎用性あり、後が楽だ。この器具は一生もの。今の LED 電球は発熱少ないが、初期の LED 電球発熱多く、この方法は NG。今までより倍以上明るい、従来 30W、交換後合計 80W。